俳優の菅田将暉27歳と女優でモデルの小松菜奈24歳が交際していることが3月19日分かった。交際が始まったのは2019年の秋みたいですね。今回はその菅田将暉さんについてググってみました。菅田将暉、1993年2月21日生まれ、27歳、身長176センチ、血液型 A 型、大阪府箕面市出身、所属事務所はトップコートです。略歴、本名は菅生大将、父親はタレント経営コンサルタントの菅生新太。3人兄弟です。4つ下の次男、7つ下の三男がおり、面倒見が良かったと母親が答えています。2008年15歳の時、ジュノンスーパーボーイコンテストでファイナリスト12人に選出され、芸能事務所のトップコートに所属が決まる。2009年16歳の時、仮面ライダーダブルにて連続テレビドラマ初出演初主演。2009年8月に公開された劇場版仮面ライダーデイケイドオールライダー対大ショッカーで特別出演、恋の出演のみながら映画初出演。12月に公開された仮面ライダー×仮面ライダーダブル&デイケイドムービー対戦2010で映画初主演を務めた。2013年主演した共食いで第37回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2017年アー荒野で第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、芸術選奨文化科学大臣新人賞を受賞。2017年3月21日 au の CM 曲として起用されていた曲見たこともない景色でソロ歌手としてデビューした。学歴、箕面市立西小学校から箕面市立第一中学校に進学しています。小学校の頃は英会話、ピアノ、ダンス、水泳を習っていたと答えています。小学校ではグリーンフルミネンス FC というチームでサッカーをやっていました。中学校でもサッカーを続けていました。高校は大阪府立池田高等学校、偏差値63に進学しています。男女共学の公立高校です。後に中退し東京の高校へ転校していると言われていますが、一切情報がありません。通信制かもしれません。卒業したかも分かりません。超売れっ子になってしまったので、もう学歴は必要ないかもしれませんね。今後の活躍に期待です。まとめ、菅田将暉さんの身長は176センチ、最終学歴は大阪府立池田高等学校、偏差値63に進学しています。